このどこかにあいつが。貴様は黒い剣士。貴様ら邪教徒だな。おとなしく縄につけ。ここであいつに巨大な恩を売っとけばコソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざとで見かけたぞ。これが聖地だと軽い冗談だな。吐きだめの間違いだろう。黒い剣士だ。取り囲み動きを封じろ。助けてくれ。俺は魔女とは関係ねえんだ。剣士め、仇取ってやる。ヤスカはどこだ。胸に烙印のある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。ここをこうやって、よし開いた。この先にキャスカが。
また烙印に引かれてきやがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。石だろ、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺も待ったよ。くたばんじゃねえぞ。次から次へとお預けばっか食わせやがって。予言でか何でか知らねえが、こんな場所にあいつを置いとくわけにもいかねえ。いただいていくぜ、今度こそ。グズグズしてる暇はねえ。急いで追いかけるぞ。お待ちしてました、黒い剣士殿。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。共にやっても勝てる気がしませんので。何にもないことやるもんじゃないですね。奴ら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。
すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえあのこれ足でまといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてくさい。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘りじっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし、意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。五人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは、私を囲むこの世界。そして、望みとは、完璧な世界を孵化することだ。私は卵。完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして、私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ。それは、この世界に決定的に足りない、最初で最後の欠片。すなわち、